上半身が気になるよーって方、今回の亀の手泳ぎを一緒にやることで、ストレートネック、肩こり、二の腕、姿勢、お腹のぽっこり、反り腰、そういったものが簡単に解消されます。誰でもできるんで、見ながら一緒にやっていきましょう。全部座ってできます。今日も一歩前進しましょう。楽に座った状態で、手で体の真横で8の字を書く感じで手を動かしていきましょう。片手だけです。こういう感じ。まずは幅が小さくね、8の字書いてください。徐々にね、大きくしていきますんで、まずは片手で親指を下、上、下、上っていう感じで8の字を書いてください。だんだんと動きが大きくなりますんでね、頑張りましょう。はい、OK。今度反対です。これ両手でやっちゃうとね、すごい疲れるんで、片っぽずついきましょう。体の真横で8の字です。ついついやっちゃうの、体の前でね、ここでひっくり返しちゃう、じゃなくて真横で8の字を書いてください。風をね、前に送る、後ろに送るっていうイメージ。はい、OK。今度はちょっと動きを大きくしていきましょう。難しくなりますよ。マックスの2割ぐらいね、動きをちっちゃくして、3段階でね、動きをね、大きくしていきます。親指を下、上、下、上って感じで大きく8の字書いてください。できれば少しね、反対側の肩を後ろにしてもらって、手を後ろにした時に肩甲骨動かす感じ。 OK、 反対です。これダブルでやると肩しんどいんでね、片方休めて片方使う。しっかりね、大きく8の字書いて、風を前後ろって感じ。肩こりとかね、あとは胸のストレッチとかね、肩甲骨動かせるというので、姿勢が良くなります。OK。 次はね、一番大きく、とにかく大きく動かしていく。前はね、あんまりいかなくてもいいんですけど、後ろはしっかりいって、後ろに大きく8の字作るのは体の真横です。前でひっくり返さないように、真ん中でひっくり返します。こういうイメージ。体の真横で親指をひっくり返す。OK。 反対です。さあ行きましょう。しっかり後ろは持ってって、肩甲骨動かしてください。この手をひねることで二の腕痩せにもね、効果的です。あとは肩をしっかりね、前後ろって動かしてるんで、肩こり解消にもすごいいいです。OK。 今度は手を前に伸ばしたら、ひねりながら引きます。こういう感じ、ひねりながら引く。片っぽずつです。しっかりね、肘引いて、何かを掴んでね、ひねりながら引っ張る感じ。しっかり肘引いて、肩甲骨を動かしましょう。OK。 さあ反対です。片っぽずつやってるんでね、そんなに肩がだるくないと思います。頑張りましょう。よし、ひねりながら引く。OK。 今度は軽くグー握って斜め上に手を伸ばす。上にパンチ、しっかり肘伸ばして。これがね、結構ね、肩こりとね広背筋がしっかり、ね、ストレッチされるんで、これ結構おすすめ。遠くに伸ばす感じ。OK。 さあ反対です。さあ行きましょう。一気に肘伸ばして、ここがよく伸びると思います。肩がねちょっと悪い人とかはもうあんまり一気に肘伸ばすとね、次の日痛いかもしれないんで、まあ、ほどほどにねやってください。OK。 今度は手を前に出して後ろに動かします。肩をねしっかり落として、こういう感じでね水平に肘を動かして肩甲骨を寄せましょう。最後の方で肩がねこう上がりやすいんでね、肩しっかり落としたまま。OK。今度は最後、肩をね楽にブラブラしましょう。とにかくね上半身の力を最後抜きましょう。もう自由にね首動かしたり目つぶっててもいいです。体をブラブラしましょう。手はね離してもいいです。ブラブラブラーっと、とにかく上半身の力を最後抜き切りましょう。はい、OK です。お疲れ様でした。今回の上半身のメニュー、メリットがすごく大きいので、何度か続けてね、やってみてください。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。